はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やすでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の決意が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、だいぶね薄くなってきたんです、唇がね。まあ、頭はね、髪の毛は、まあ、薬と言いますか、まあ、抗がん剤や、ね、骨髄移植の影響でね薄くなってきてると、まあ、思いたいんですけどもね、まあ、年齢的にも、まあ、ありますけども、ただちょっと今回置いといて、今回は唇のお話です。まあ、口の中の GVHD 拒絶反応がね、まあ、今現在目立ってるんですけども、まあ、それが唇の内側、まあ、ちょうど口を閉じると見えなくなる部分にも小さい炎症が出てきてるよと、複数あるよとね、先日の口腔外科の通院で診断されました。まあ、それがきっとね、唇を薄くしてるように、まあ、見えるというかね、ちょっと口をこうグッとこうつむんでしまうというか、そういう感じになってるんですよ。開きにくいわけじゃないんですけども、まあちょっと痛いんですけどね、まあ、その炎症の痛さがこうイライラするのをね生んでるんやと思いますけども、まあ治療法としましては、まあ、以前はその粉末の薬をね、あのこれぐらいのチューブみたいなやつ、パフ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 するパフライザーでね、パフパフするので、傷口に患部に直接吹きつけるやり方やったんですけども、まあ多分前回お話ししたと思うんで、以前かなお話ししたと思うんですけども、まあ、今回からはまた塗り薬に戻りましてですね、この以前にもこれも言ったと思うんですけども、粉末の薬ってね、患部以外のところ、傷口以外のところに付着すると、まあ、風邪菌が、風邪菌じゃないわ、カビ菌が発生しやすくなると、これも口腔外科で言われてたんですけども、まあ、今はその患部の大きさが縮小されてきてまして、まあ、塗り薬でやってくれっていう風に言われててね、でそれでまあこの度塗り薬になりました。でまあ、この薬やったら、この患部じゃないところに塗っても周りに塗ってもカビ菌の心配はないと言われているのでね、まあいいかなと思います。まあね、一回この塗り薬に変えたことで痛いところが広がってきた感じがしたんで、パフライザー粉末に戻したんですけども、まあそれでもいけるようになってきたんで、ちょっと塗り薬で頑張ってくれ、カビ菌が怖いからって言われて、まあじゃあそうしようかなっていう感じです。まあね、そういうふうに周りにも塗ってもいいということで、すごいやっぱその気軽に使えるようになったんで、ちょっと安心はしてるんですけども、そのカビ菌のこととかね気にしなくても良くなったんで、まあ、それを今は口の中全体的に、唇の後ろの方もねしっかり塗るようにケアをしております。まあっていう感じですかね。相変わらず物を飲み込むと、まあね口の中に当たるし痛いし、飲み込んでも喉に当たって痛いんですけども、ほんまに今はこの僕を苦しめてるのは口の中だけかなっていう感じですね。あ、でも軽く目の乾燥もひんどいかなって感じですね。目ね、見えにくい話もね以前したんで、うん、目と、まあ、目よりも、まあ、口かな、目は見えてるんで大丈夫ですけども、まあ、もうちょっとね口の痛みと付き合っていきます。まあ、今日はこんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらえましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。